せーの、どうもココナスです。バージラシ楽しんで発信しておりますので、チャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いいたします。ということで今回は、無課金構築パーティーでリーグに挑むはい、ということで今回は無課金構築でリーグに挑むというテーマではあるんですが、詳しく言うと無課金で SS 隊に行ったばかりだったり、行けそうで行けないとか、まあなかなか現在勝てなくて苦しんでいるという方に向けたパーティー編成について説明していこうかなと思います。実は SS 隊には行けたんですが、そこからなかなか勝てません。どういう強化だったり、誰を強化した方がいいですかという質問結構いただきます。ということで今回そのお悩み解決になるかわかりませんが、まあ僕なりのね、回答を前半に説明させていただきます。で、ここでテーマにもあるように無課金構築、つまりフェスゲン以上一切使わない工場だけのパーティーで組んでいこうかなと思います。最近超フェスきっかけで始めた方もいらっしゃると思うので、そういった方にも全体的なパーティーの強化とか参考になればいいかなと思います。後半は試合になりますんで、よろしければそちらだけでもご覧ください。本日でこう、はい、ということでまずパーティー編成についてお話ししていきます。まずなかなか SS 隊に行けない方、強化に困っている方、パーティー編成適当にやっていないでしょうか。バウンティーラッシュにおいてこのパーティー編成というのはとっても大切になってきます。もしかしたらすぐに改善できて少しでも強くなるかもしれませんので、一緒に頑張っていきましょう。で、今回触れていきたいのはパーセントについてです。ここの部分って意識したりしてますか？このパーセントが上がれば上がるほどキャラの全体的な強さも上がって、まあ、今環境キャラである赤犬やおでんみたいな超フェスキャラじゃなくても工場キャラで SS 隊に行けたりします。なのでそういった強いキャラを持っていないという方こそ、特にね、ただ諦めるのではなく細かい部分に力を入れて勝ち上がった時気持ちいいと思います。じゃあどうやって上げるかという説明になってくるんですけども、1つ目、メインキャラと同じ属性のキャラをサポートに入れましょう。とりあえずこれがサポートの前提になります。実はサポート説明にヒントが書かれているんですけれども、編成したサポートキャラとバトルキャラのスタイル属性が一致しているとよりステータスが増加しますという風に書いてあります。例えば今回はサポートキャラを赤属性一色に染めています。そこでバトルキャラを比較するとブレスローが133.6%、ナイトメアが 111.3% と約 22% も変わってきます。なのでまずパーティー編成の前提としてバトルキャラと同じ属性のキャラをサポートに入れるのがポイントになってきます。はい、ということでとりあえず先ほどのナイトメアの部分を同じ赤属性ということでウルージをバトルキャラに設定してみました。これだけでもだいぶ変わってきます。そして2つ目、サポートキャラの強化についてです。とりあえず S 帯まで行くにはバトルキャラを強化してください。でバトルキャラもある程度使えるようになって、なかなか SS 帯で、まあ、タイマンとかにね勝てないという方はサポートを強化するのが個人的におすすめで、まあ、いつも質問に対してそうお答えしています。じゃあどういったキャラを強化していくかという話なんですが、まずこちらをご覧ください。このチョッパーは元は星2の工場キャラです。ただこの星2のキャラを星6にして100レベルにしたりオーバーブーストしたりという風に強化をしています。この星2キャラというのが結構ポイントで、割と SS 帯上位の方でもサポートに使用している方多いと思います。で、先ほどもちらっと言った星2キャラはオーバーブーストの登場によってかなりサポートで使える存在となっております。星2キャラのいい点は簡単にかけら集まって100レベルにしやすい、強化素材が少ないのでオーバーブーストもしやすいというところにあります。星4キャラのブースト強化は星2キャラのブースト強化に比べると素材がだいたい10倍ぐらい変わってきます。なので無課金だとこういうブーストとかで使う素材というのも貴重になってきますので、星4キャラをサポート枠として1体強化するのであれば、まずは星2、3キャラを複数体強化した方が効率いいのかなと思います。いろんなキャラのタグを見て自分が持っているキャラに合わせて、あとはパーティーとかにも合わせて強化してみてはいかがでしょうか。なので今回もサポート枠として星2、3キャラを使っております。続いてパーセント上げる方法3つ目、サポートにも強化したメダルをつけましょう。これ結構やっていない方いると思います。実はサポートキャラの強さによってパーティーのパーセントとかも変わってきます。で、キャラの強さの中に、まあ、レベルでしたりスキルレベルでしたりブーストとかあると思うんですけども、メダルの有無も含まれてきます。もし今サポートキャラにメダルをつけていなかったり星0とかをつけているのであれば、動画見終わった後に持っている中からできるだけ星が大きいメダルをつけてあげてください。はい、ということで先ほどのチョッパーに星9メダルを3枚つけてみました。メダルはタグとか合わせなくてもいいので、とりあえず星が大きいメダルを入れたらいいです。はい、ということでメダルなしからサポート全員に星9メダルをつけることによって、なんと 160% を超えることができました。本当にこのメダルの装備についてはすぐに変えることできますので、ぜひ試してみてください。で、この星9メダルなんですけども、イベントメダルとか比較的簡単に作ることができますので、サポート強化にもつながると思いますので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今回こういう感じでパーティーが完成しました。今はこれ属性しか意識してなかったんですけども、他にもサポートタイプも意識しなきゃいけません。それについてはご要望あればまた今度動画作ってみようかなと思います。あと今回無課金構築ということでやらせていただいているんですけども、お持ちのフェスゲンキャラとかいたらそちらで代用してもいいんじゃないかなと思います。あとはあまりキャラを持ってなくて一属性で揃えられないという場合は、例えばこんな感じで足りない部分を違うキャラで補ってみたり、二
2属性で分けてもいいのかなと思います。はい、ということでここから実際にこのパーティーを使って試合をやっていきます。今回はこの赤染めと緑染めになっています。今回使っているキャラとかは全て工場キャラで比較的簡単にゲットすることもできますし、素材も集めれますので一時停止とかしてみてぜひ参考にしてみてください。ということで試合どうぞ。はい、試合的決勝よろしくお願いします。ということでね、今回も課金構築ということでやってるわけなんですけれども、まあ今回はねちょっと企画として、まあ全部工場キャラ使ってるわけなんですけども、まあお持ちのね、あのフェス限キャラとかお使いいただければいいのかなと思います。でも本当にね、いろんなこの工場とか使ってみると思うのは、本当最近のね超フェスとかフェス限キャラマジで強い、本当に強いと思う。なんでそういったところで生かしたパーティーでちょっと組んでみたらいいのかなと思います。まあ今回のその動画で何が言いたかったかっていうと、まあよくね、そういうちょっとどんなキャラ育てた方がいいですかっていう質問に対して言いたかったのが、まあそういう星、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、 OKOK1、2のでここ鉛筆回しと OK、まあ、何が言いたかったとね言いますとで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 すと、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、これ OK って、うん、当たる、なんでこれ、ちょっと待ってよ、すっごい当たる、待って OKOKOK、 あぶねさん、カムサリ本当に当たるんだけど、最近どうしたらいいんだ。何が言いたかったかっていうと、まあ、星に3キャラとかを、うまく、利用して強化するっていうのがすごいおすすめですよってことをずっと言いたかったんですよね。なかなかこう、コメントとかで言うとすごい長くなっちゃうんで、それ読むのもめんどくさいかなっていうことで今回ちょっと動画にしているわけなんですけども、まあ、星に3キャラとかをちゃんと強化していけば、ある程度ね、サポートのパーセントとかも、と上がりますんで、まあ、そういうとこぜひちょっと意識してみてください。OK。まあ、それがちょっと今回の、まあ、そういったコメントをいただいた、ちょっと僕なりのアンサーになりますんで。キャンセルされる。ちょっと待って、よろけ向こうだった。これ、よろけ向こうじゃ、よろけ向こうがないんだった。ちょ待ってよ。普通にブースト中だと、まあまあダメージ食らってて、これを避ける。オッケー、1位なんで、後ろからちょっとおでんが、ありがとう、ありがとう。俺はお前信じてたぞ。おでん信じてたぞ。絶対に飛んでくるだろうな、っていうのを信じてたよ、今のは。ありがとう。さあ、普通に取られているんだが、ここは赤いの、ね、いける、ナイスー。さあ、猛火状態でちょっと倒せない。まあ、あとちょっとなんで、ここはカウンターを必中で、あ、OK、合わせてって、ムキ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 。まあ、こういう風にね、ある程度そのサポートとか強化しておけば、工場キャラでもね、いけるとこまでいけると思いますので、まあ、もしどんなキャラ強化したらいいんだろうって、ちょっとね、SS 隊行ったばかりでね、なかなか勝てないっていうことは、まあ、バトルキャラはある程度育ってると思うんですよ。やっぱ使うんでね。なんで、そうじゃなくて、サポートっていう面も強化してみたらいいのかなと思います。はい、これがね、ちょっと質問に対して答えになってるのかわかんないんだけども、まあ、なんかその、僕なりのね、ちょっと解釈で答えてみましたと。で、最後なんです。これ、ゴトリいけてる。上大丈夫そうだな、なんか。なんで、ここはカウンター、そっちかーい。めちゃめちゃ横通ってくんかーい。これ、なんかむしろ浴びたらちょうどいいんじゃない？これ、スキル一段式で。オッケー、ありがとう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 。オッケー、開けないと、ありがとう。これで勝ちですね。オッケー。いや、強えな。はい、ということで今回緑染めでやっていきたいと思います。ということで、もう愛するクザンですね、頑張っていきましょう。もうこいつでいかにね、この赤いのちょっとぶっ飛ばしていきたいっていうのが本音なんですけども、まあ、また今度ちょっとメインでもね、赤犬対赤犬ということでちょっと使っていこうかなと思うんですけども、その際はぜひね、またお願いいたします。まあ、パーティーも今みたいな感じで、ちょっと見てもらったようなね、緑染めだと思いますんで、ちなみに裏は緑エースにしております。頑張っていきましょう。まあ、火力が本当に高いというところなんだよね、このクザンっていうのは。マジで火力が高い。なんで、そこら辺の赤犬とかもちゃんとうまくはまれば倒せるんじゃないかなと思うよね。あ、これ捕まえれるね。オッケー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 。で、ズドーン。かっこいい。かっこいい。火力高いという、マジで最高なキャラだよね、クザンって。まあ、こういう風に工場キャラとかでも本当に強いキャラ強かったりすると思うんでね、ぜひ皆さんいろいろ探してみてください。ここは、ま、様子様子見の。さあ、赤犬ぶっ倒したいな。頑張って。無理かな。あ、いけいけ、どんどん、いけいけ、どんどん。ちょっと頑張って倒したいけど、無敵とかに合わせ、オッケー、回避使わせてよ、回避使ってよ。まあ、あれされると、ちょっと無理だから。あ、裏取りが、来てるね。こっちだね。誰だろう。まあ、しっかりと対応していけば、全然どんなキャラでもいけると思いますんで。ルフィロは、パターンとしては、まあ、通常攻撃で回避をさせてスキル一応ぶち込むっていうのがパターンだから、それに惑わされない感じね。はい、OK。これさえちゃんと避ければいけますんで。はい、OK、捕まえた。あ、ウソプーありがとうさあ、これ捕まえて、散歩して、ワンプーこれマジでかっこいいよな。本当にかっこいいと思う。スキルで一番かっこいいと思うんだよ、アイスエイジが。この新世界クザのアイスエイジ、スキルの中のエフェクトで一番かっこいいと思ってるんですけど、皆さん何が、一番かっこいいと思いますか？ちょっとここ裏取り盛んだな。さっきおでん見えたけど、おでんはどうだろう。ちょっときついかもしれへんな。これ捕まえれたら捕まえるやつ、相手ブースト来そうなのが怖いな、ちょっとね。なんでしっかりちょっと距離感を置きながら、これはジャスしてので、ここ捕まえていき、うふ全然、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、おつけ、オッケーオッケーオッケー。で、捕まえよう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 、頑張れ頑張れ頑張れ。また相手ブースト来たのがやばい、こっち生きるか、
うわブーストじゃなかったらな。あれね、ブーストじゃなかったら結構耐えて捕まえてそのままワンパンできたりするんだけども、まあ、今回ちょっとうまくいきませんでしたというところで、まあ、今回ちょっと裏エース頑張っていきましょう。ここはまあ無視してお願いしちゃっていいね。真ん中取っていけたら取っていきたい。まあ、エースも結構足速いんでね、結構ポイントだと思うんだよな、現環境で足速いっていうのは。ここちょっと弟ちょっとしっかりやばいやばいけど、あそこなんか乗っちゃうよね。あれなんか乗っちゃうんだよね、勝手に。そこ本当にしょうがないと思うんだけど、まあ、あそこまで追い込んだというのがエース君はナイスと言ったべきではないでしょうか。あそこ4旗取れてる。さあ、あとこっちの真ん中の怒涛な攻めは大丈夫そうだな。真ん中取られない。こっちだな。こっちしっかりと守っていこう。大丈夫大丈夫。こっからしっかりと大1回こらうお父さん。はい、しょ、ここからね、試合やっていきます。よろしくお願いいたします。ということでね、まぁ、今回は、まぁ、無課金構築ということで、全部工場キャラを使用したパーティー編成でやってきているわけなんですけれども、まぁ、本当にね、今回ちょっといった、パーセントを上げる方法というところで、まぁ、本当一人でも多くの方に参考になればいいのかなと思いますと。まぁ、極力その同じ属性で、バトルキャラに合わせた属性でパーティーを組む。で、そのキャラを強化する。で、メダルをしっかりとね、星9、極力星9メダルをつける。っていったところね、意識したらいいんじゃないかなと思います。まあ、星級メダルつけるとかも本当に今すぐ買えれると思いますので、ぜひチェックしてみてください。で、一通り喋ってって、まあ、工場キャラね、現環境で使える工場キャラってなかなかちょっといないんで、まあ、そこもね、難しいところだとは思うんですけれども、これはさすがに大丈夫。まあ、あとでも、無課金構築で全部工場キャラとはいえど、まあ、何、フェス限キャラとかいろいろね、お持ちだと思いますので、まあ、そのキャラに合わせてね、サポート強化してみたらいいんじゃないかなと思いますんで、まあ、今回は、これしっかりジャス、どうしたどうしたどうしたおい、ウルジどうしたどうしたウルジどうしたどうした早く行きましょう。まあ、本当に、工場キャラ以外とか持ってると思いますので、そのキャラが全部、さっきのでも全部台無しだよ全部台無しだよ。今回はちょっと、何、いい感じにまとめてたのにさ、台無し、全部台無し、こっから頑張っていこう。さあ、ここ、よいしょムキ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 、そういう、しっかりスキルキャンセルされてて。まあ、工場キャラとかね、まあ、本当にこれありがたいわ、むしろ。まあ、工場キャラとか、結構やっぱ使えるキャラとか、なかなかそう、バトルではね、使用するキャラ、そう、ちょっと多くはないんでね、まあ、サポート重視とかでもいいのかなと思います。さあ、ここちょっと挟まれるのきつくて、ぐふふ、ぐふふだね。さあ、ダメージ自体は効かないんだけど、燃焼がきついな。後ろは大丈夫。燃焼だけちょっときつい。なんで、カウンターをしっかりちょっと合わせていきたいんだけど、いけ、うーつん。さすがにやった。まあ、こう、ちょっと燃焼、燃焼がちょっときついんだよな。その、カチカチにはなれるんだけど。ちょっと相手ブーストなんで、やばいんで、ちょっと距離置きます。上がってきたところ、それはやばいかも、それはやばいかも、それはやばいよ。はい、ということでね、ドレスローを使っていきましょう。ドレスローは全然環境いけると思うな、個人的になんだけど。これジャス。さあ、これ通常の出が早いんよ。通常の出の速さ、つまりは赤犬より出が、攻撃、テンポが早いんで、まあ、先手を取れる。そういった意味では全然強いと思いますんで、最後当たってない。なんで、この全然ドレスローはありがとう。ドレスローは環境全然いけると思う。全然いける、本当に。なんで、まあ、工場で誰が使えますか。なごみのみどりちゃんがやっぱ一番ではあると思う。だけども、やっぱりその次にはドレスローかなと思います。OK。これはまあ大丈夫だね。と思いかけて、ここ、よいしょっと取っといてね。嘘、ごめん。ごめん。やばい、大先輩。ちょっと。マジごめん。